岩井。岩井。令和の虎主催、岩井義明先生。そして虎の皆さん、そして視聴者の皆さん、志願者の皆さんも、チャンネル登録100万人突破おめでとうございます。はい。いやー、めっちゃ嬉しいな、これくん。めっちゃ嬉しい。めでたいっすねー。令和の虎チャンネル、もうずっとね、4年近く続けさせてもらって。はい。もう、チャンネル登録、数万人、5万人もいってないような状態から、この番組は、熱い、絶対伸びると思って。はい。応募させてもらって、続けさせてもらってんだけど、もう、早い段階から、100万人超えるチャンネルですよ、これはって、一人で言ってたの？言ってましたね。そしたら、結構変人扱いされてたんだけど、ちゃんと言ったね。行きましたね。嬉しい。すごい。予言者、トンハッピーですよ。いや、ポテンシャルがやばいよね、まず。この番組のフレームもそうだし、はい、岩井先生っていう、こう、たくさんの魅力ある成功者たちを、その、まとめる力っていうかさ、調整力が本当にやばくて、はい、その、稼働、効率とかその本人の演者としての魅力もやばくて、はい、なんかどん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 こう世の中の影響力とかそのなんだろうお金とか人とか巻き込みまくって雪だるま式にこうどんどん成長する座組だと思ったから、はい、本当にそんな感じでさね、いろんな人巻き込んで切り抜きさんとかさ、有名な YouTuber さん、経営者さん、まあ、ヒカルさんとか DJ 社長もそうだしね、巻き込んで、最近では林さんのアイデアによって丸々版タイガーファンディングでさ、はい、一気に12種類もタイガーファンディングの種類が増えて、はいはい、それも結構再生数どかどかいってるじゃない。すごいですよね。新しいさ、またバージョンが増えることによって新しい社長たち新トラも巻き込んですごいことになってるよね。はい。いやー、これ予想より早かったか遅かったで言うと、はい、ちなみに早かったんだけど。早かったんですね。うん。なんか、始めてから、まあ、5年以内には行きそうな気はしてたけど、始めてから4年経ってないんで、まだ。はいはい。僕もその魅力ながら、こう、やっぱ頑張ってきたんで、嬉しいです。めちゃめちゃこの日がついにね、訪れたことが嬉しいです。で、なんかタイトル、岩井義明とか岩井主催聞け、みたいになってると思うんだけど、救いたいみたいになってると思うんだけど、はい。これってなんか、その釣りでおめでとうって言いたいだけの動画じゃなくて、はい。ガチで聞いてほしいことがあって。ああ、なんすか？ね。やばい、このままじゃ。やばい。やばい。俺、このチャンネル、令和の虎チャンネル、まずね、言っとくと、1000万人超えるチャンネルだと思うの、チャンネル登録者。おお。日本人口の、その、10% ぐらいが、もう登録するチャンネルだと思ってて、はい。もうその、どんどんインフラになってくと思うね。令和の虎タイガーファンディング一種類でもそもそも志願者月12人の枠があったのよ。それだけじゃなくて、今全部バージョン合わせたら30人ぐらいの枠があるじゃんね。はい。だから1日あたり1人が挑戦できるみたいな、何かしらに全部トータルで考えたら、あ、もっとかな、ちょっと計算合ってるかわかんないけど、12バージョンかける月に2人だから24の本編12の、まあ、受験生は40ぐらいあるね。これが、また今後ももしかしたらさ、その枠も増やしてくって言いかねなくない？そうですよね。ね。どんどんやるじゃん。うん、今回さ、半年間、12枠の募集だったけど、丸々版。それがみんな続けたいって言ったら、でも新しいのも入れたいだろうから、はい、4枠増やしますとか、6枠増やしますとなりかねないよね。うん。1日に発信される、その、ね、本数、世の中に提供する面白さとか、学びがめちゃめちゃ多いんだって。で、関わる人も、すごい増えたんだって。で、これはこのままそのまた雪だるま倍率的に考えると、チャンネル登録、ね、1万人が4年間、まあ5年間以下ぐらいで、100万人になった、100倍になったってことは、まあ上限もあるけども、こっからの5年間で、まあ100万人の10倍ぐらいには、これまでの5年間で100倍になった。こっから5年間で10倍になってもおかしくないと思わない？別に、それぐらいだったら。確かに、今、伸び率的な話で言うと、そう。今までよりは、緩やかなんで、いけるかもしれないですね。同じコンテンツを同じペースで出してるだけだったら、そういう伸び方しないと思うんだけど、どんどん進化してるわけ、この、出してるものも増えてるわけ、はい、関わってる人も増えてるし、実際に。で、
これがさ、また志願者が大成功して虎になって帰ってくるみたいなパターンとかもっと増えるじゃん、そういう。はいはい。その、サブストーリーで走ってたものが、また本編に合流して、ね、さらに力を増すとかさ、その、関わる人とか影響力、そのリソースが増えるほど、よりドラマも増えてくるわけよ。はい。すごない？いやー、すごいっすね。で、しかも、日本のこう、トップ YouTuber であるヒカルさんとかさ、リンクしてるしさ、で、社長たちは社長たちで別の動画活動も含めて、また、経済活動も含めて知名度とかさ、実力増していくわけじゃん。はい。それらが全部集まってるプラットフォームが、令和の虎よ。で、ここに関わる人はどんどん増えていくわけよ。これ5年以内にチャンネル登録1000万人は、夢じゃないっていうか、本当に達成できる可能性の方がだいぶ高いと思う、俺は。ただしかしそこで問題ですと。はいはい。岩井先生が壊れちゃいますと、このままじゃ。壊れちゃいます。だから僕が、その、救いたいとか、聞けっていう、伝えたい内容としては、1000万人とか目指してってわけでもないと思うんだけど、その、このチャンネル登録100万人超えたところで、一回休んでほしいなっていう。ああ。休むって完全に休むとかじゃなくて、ちょっとペースダウンしてほしいっていうか、自分をこう、いたわりながら、やるいい塩梅で、あと5年は走ってもらわないと困るんで、1000万人突破するまで走ってもらわないと困るんで、はい、ちょっと一旦走るペース、先生自身のね、チャンネルとしてはいいんだけど、もうちょっとその、いたわりバランスを上げてほしいな、みたいな感じで、っていうのも、ここのところさ、丸々版増えてから、もう、平日、毎日のように、一日中収録してる、みたいな感じだと思うの。もう、結構、なんだろう、しんどいよっていうのも一瞬 X で、ね、その、直接収録がとかじゃないけど、なんかあんまり泣き言とか言わない人なのに、この間、X でちょっとした、こう、しんどいよみたいな発言もあったし。ありましたね。なんか、ちょっと、頑張りすぎてると思うんだよ、最近、見てると。いや、それは頑張んなきゃいけない時だと思うんだよ、その、丸々版12個増やしてさ、責任が大きいじゃん。で、その、そこがちゃんと軌道に乗ってくまでは、やっぱり、なかなか、休むべきじゃないっていう、考え。落ち着いたらちゃんと休もうとか、本人にもそういう考えは、もちろんご本人にもあると思うんだけど、でもその、なんていうのかな、休めるとき休んどかないととか、一旦その負荷がかかりすぎないように、できるときに、しないと、今後その、また、どん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 さ、追い風上昇気流になってったときにさ、ぐしゃぐしゃのまま行くとさ、なんか負荷がかかって、一番のその、圧倒的その、キーパーソンっていうかさ、はい。この人いなきゃもう、始まらないっていう、盛り上がりもだいぶ弱くなっちゃうであろう、なんなら盛り下がっちゃうかもしれない岩井先生が、元気に頑張り続けることが今後1000万人に向けてめっちゃ大事だと思うね、俺。なるほど。で、100万人超えておめでとうの時に1000万人みたいなこと言う、こういうやつが、いるのもまた、その、ご自身をいたわってもらえない要素になってると思うんだけど、これは関わる人が増えれば増えるほど、影響が増えれば増えるほど、多かれ少なかれみんなその期待して、この番組に協力するわけじゃんね、みんなね。はい。だからその、嫌が応答もそういう風に、これからどんどんなっていくから、よりその、ギアを上げて周りに強い人を集めたり、育てたり、自分でその、自分依存である部分をうまくこう軽減していかなきゃ、いけない。そんなん俺に言われるまでもないと思うんだけど、とにかく心配なのよね。心配なこともあるし、1000万超えたいっていう人に。1000万登録いけると思うんですよ、岩井先生と仲間たちは。令和の虎チャンネルは。いけると思う。確実にいけると思う。5年以内っていうのでも結構高確率だと思うし、年数とか気にしないんであれば、もう確実にいくと思うけど、じゃあ俺なんかできないのかなって自分自身で考えちゃうよね。でも司会オーディションも落ちたしね。とりあえず番中村さんと雫一さんが選ばれたわけじゃんね。はい。今本編で司会やってるわけだけど、〇〇番もその一期の後半からとか、2期目からとか、その番さんとか雫一さん、あるいはもう一回司会オーディションを開催して、その違う司会の人たちも含めてもっと盛り上がっていくみたいな構図を作っていけるのがいいのかなと個人的には思ってて。うん。司会に選ばれてたらね、もうちょっと僕、やらせてくださいみたいなね、休んでくださいみたいな言えるんだけど、選ばれてないからな、そもそもな。
実力不足ですね。うん。そしてなんかトラバトラでみんな忙しくなっちゃってるよね。そうですね。周りの人がいろいろ巻き取るっていうのもこうしづらい状態になっちゃってるね。みんなありがたいことの令和の虎のチャンネルを中心としてコアに関わってるメンバーほどもう大活躍超多忙の一途になってきてるから、すごいありがたい話だしさ、忙しいっていうのはさ、はい、仕事がいっぱいあって世の中に求められてたりとか喜ばれたりしてるわけだから、めちゃめちゃありがたいことなんだけど、まあだから岩井先生については自分とか自分らその虎たちがやっぱりモノリスさんのスタッフさんとかもそうだけどね、岩井先生の次にコアに関わってるメンバーもやっぱ自分自身のその健やかさっていうのは非常に大事にしていかなきゃいけないよね、なんて改めてちょっと感じております。はい、内容ないね岩井先生絶対いてほしいし1000万人いってほしいし頑張って走り続けてほしいけど休んでほしいみたいな、もうわがままな感じだけど、とりあえずこの100万人を超えたばかりのタイミングにおいては休むっていうか、なんか無理しないっていう、適度にやるっていうギアをガッと上げて、その自分がちょっと稼働を減らしてでもうまくいく方向をこう模索するのに、なんかリソースとか頭脳を使っていった方がいいんじゃないかなみたいな。でもちょっと振り返るとさ、はい、もうその令和の虎チャンネルを盛り上げる仲間を募集しますみたいな、最近スタッフ募集をガンガン力入れてやってるじゃん。だからこの先に向けてっていう、そのさすがは岩井先生って感じだよね、もうね、うん、その戦力を厚くしようとは動いてるのも知ってるし、でこれからもたびたびあると思うんだよね、それね、増強メンバー募集しますみたいな。いや、ぜひね、令和の虎が好きっていう人はこのトマピの自由奔放チャンネルっていうののね、こんな感じの無編集動画まで見てくれてる人たちは令和の虎チャンネル大好きって人が多いと思うんで、ぜひね、あの増強メンバー募集の際はぜひ我こそはっていう人は応募してほしいですね。一緒に盛り上げてほしいです。僕もまだまだ頑張りたいと思ってますし、なんか今度はその動画上でもちゃんと言ってさ、このチャンネル5年以内に1000万人行くと思ってます。正直それをちゃんと動画でも言って、自分もまだまだ継続して頑張って行って、その日をね、岩井先生とかその虎のみんな、スタッフの皆さん、志願者、視聴者の皆さんとね、一緒に見れるように頑張っていくんで、今後とも応援よろしくお願いします。そして、岩井先生はすごい難しい難題だとは思いますが、このチャンネルを継続発展、今後もめちゃくちゃ、楽しみにしてます、期待してます。でもあのうまく体調を崩されないように、さらにさらに今までよりももっとうまくこうケアしながら、ポジションをいたわりながら頑張っていただければ嬉しいです。いや本当にね、そう言い忘れた、あのね、めちゃめちゃブチ切れてるんだよ最近。本数が増えたから今までと多分ブチ切れ比率で言うとそんな変わってないと思うんだけど、やっぱ先生がブチ切れる、ブチ切れないだったらブチ切れる方が動画伸びるじゃん。いや、そうですね。はい、それはなんかその演出じゃなくてガチンコかもしれないけど、本能的なこと含めてブチ切れる回数がめちゃくちゃ増えてて、人間あんなブチ切れてて大丈夫かなっていう心配だよね。心配ですね。絶対カロリー使うじゃん。やっぱり動画的にはね盛り上がるんですけど、うん、なんかそのすごい毎回切れてるみたいな印象あるんで、うん、なんかね血管切れないかなとか。しかもガチなのかプロレスかわかんないけど、揉め事みたいのも増えてるじゃん、はい、SNS の。そうですね。ね、コメントのいろんな意見にはその慣れたっていうか、それでこう楽しんでもらえてればまあそれもいいかなみたいなマインドに変わってきてるけど、聞いてると。そう、いろいろなことがなんか、スケールすればするほどいろいろなことが起こるし、ブチ切れ回数も増えてるから、本当に、今まで3年前とか4年前じゃ考えられない、こう、尋常じゃない、負荷がかかってるんじゃないかっていう、それがね、心配なんですよ。はい。いや、でも、ちょっとあとね、ぜひ、5年、頑張れば、1000万に行くと思うんで、5年以内には。なんで、一緒に、健やかに、走り続けましょう。今後ともよろしくお願いします。この度は改めましてチャンネル登録100万人突破おめでとうございました。これからもよろしくお願いします。トマピーでした。
視聴者の皆さんもありがとうございます。